はい。皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます、えー。皆さんに選んでいただいたですね、投票数1位の嵐おすすめ DVD ランキング1位、2回言ってしまいました。ジャポニズムもいよいよ真ん中を超えましてですね、えー、日本よいとごまかく不思議、そして君への思いまで、えー、前回見させていただきまして、今日はその続き、ローリングデイズとミスターファンクですか、これは。 えー、残念ながらいつもね申し訳ないですけど私このタイトルを聞くだけでは、えー、どんな曲か全く分かっておりませんけれどもそれでは行ってみましょうかね続きでは「君への想い」が終わって暗転してるところから続き皆さん行ってみますので、えー、同時に再生していただいてる皆さんいきますよそれでは再生ポンちょうどね「君への想い」が終わって今ドラムが入りましたよ。 いです赤いジャケットでいやちょっと言葉で説明するの難しいわスネアドラム1個ね高いところで叩いてお左手縦にいくすごいね左手のスティック立てたり反対側で叩いたり縁叩いたりトトロッそれすごいねトトロッ お,おスティックであすごい右でお,お <laughs> すごっうぅローリング・デイズでだいい入り方したねお下にもジュニアが出てきたポケットに手を突っ込んで赤いライト浴びて青と揺らめくような香り近づく目を閉じても君とわかる あの、結構低音の響きがいい音出てますね。かなりを連れておー。聞こえているか。後ろ側のあの波形はね。こう叩いた時のこのね。音の波形ですね。多分ドラム叩いてる。ドスダン。スン思い出。刻まれた。時の中。 生まれゅくダイヤのような弾くよとよく出るね「ような輝き」かっこいい「首の指に飾るから」かかっこいいね <laughs> お曲かっこいい二人落ちて行けるなら後ろかっこいいね赤いライトで「つくつつみ込むか,から」難しい音程 「終わりなんて怖くないのさあ」あまたスネアドラム置いてあるよ。始まりはいつもあんだくらさっきと同じスネアドラムじゃないんじゃない二つあって前と後ろでね。さあ来たもうスティック取るだけでもかっこいいじゃんもう。さあ来るよまたきっと。え歌いながら すご終わりなんてないもうこれ歌っていうかもうラップだねラップ変わるだけただよ思いまださめようあーもうすごう,うさあ火まで出てきたすごいねライトはみんな知らぬ間に赤に変わってますよまたうわすごいねこれたまんまでもいいの夢の中まで頭を引こういつも現実は強引で ローリーすごっ心叩くたびに <laughs> 後ろのジャニーズジュニアとの連携もすごくないこれすごいいいねリズム感いいよジュニアの子たち前のうわかっこいいうわかっこいい はははハハハサクよくめっちゃリズム感いいねあのあの上半身で取ってるリズム感すごいよ、ね、これ歌いながらうわ横行った横行ったうわっ <laughs> ちょっと口あんぐりですよ私お前に5人出てきた6人いかっせー 増えた。うわ後ろ。<laughs> ねこれと <laughs>、ね。すごいすごいすごい。こう本当にすごいわ。うわ。マジですごい。すごいわ。後ろのえ誰か飛んできたよ。ミスターファンク。 <laughs> だからか MC の時に「頑張ってね」って言われてたのそうかすごいのに乗ってるね相葉君こじゃれたやつらに聞いてみなこれすごい黄色いジャケットでね舌は素肌ですよなんかカラフル星の気球みたいなものにぶら下がってますよ この町は俺のモンスこれ負けなぁあぁこれさ、遠目で見たらあんな相馬ちっちゃいんだよ高いよこれ誰がナンバーワンわかるだろう誰よりもっとおいでパーティーピーポー <laughs>、ね、大丈夫大丈夫ちょっとパラっとなんか布 え、え、すごい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 え、布に挟まってただけなのあれバラバークーセキッソーよくそれでまた歌ってるねあなたえ、何にもないのあれこわーわ、きたその若いジュニアねいやすごいねこれさっきの桜井子のもそうだけど後ろとの連携もすごい やかわいい相葉君含めみんなかわいい。てててゆしれるうわさに聞いたスターなんて目、ね、じゃないのさお綺麗に高音おのね音でも綺麗に出てる派手に遊ぼうよイスパリーフィーポー腰腰グリグリですよ違うだろう誰よりもっと パリフィアスよく声出てるね安定してうわすごっすごいね <laughs> <laughs> あんな動いてさあラップみたいになったよ間違えず叫べオーライ h e a p h o p e t h e m l ン すごい後ろ側のメンバーとのこうコラボも見事だねおどろうノンストップでいくぜうわっライトほんとすごいね何度も言いますけどあ後ろのジュニアもちゃんと <laughs> あすごいいいねループサウンドダッツライトいやすごいすごい頑張ってるねこれ後ろのジュニアもこれ。 揃ってないとダメだもんね、夢が覚めてしまっても。何度だっていいよ。わ、持ち上げられたよ。いやいやいや。偉い、ないほど。俺だけを見る、すごい歌だね、これ。行くぜ、パーリーピープー。おーわ、すご。ファンファン。後ろ側の絵もかっこいいね、ミスターファンからい。遊ぼうよ。俺パーリーピープ。 腰あんな動かしたら俺痛めそうですけどねわすごい後ろ側まで本当に綺麗に揃ってるパー y p e ピーポ e 腰つきはまるでダイナマイトあだから腰つきがあるんだすごっトゥナ t スタファンやばいだろパラバックでキッソパリティーパーティーピーポーカミントゥマワー さあ、上脱ぎましたよ。キャーですよ、そら。えなんかイヤモニも取って。えまだなんかする。上 T シャツ着て。さあ、下の靴を脱いで。何するの靴下脱いで、水を含んで、顔を拭いて、手をもみもみされて。どうするこれ。 テテテお手になんかつけて、足にもなんかつけて、シューッと。さあ、手でパチンとやって、何あまた行くのミスター・ファンクはいいけど。本当にあれ、あの布だけで行ってんのファン、ミスター・ファンク、これは言っちゃうねみんな。え、あれで登る登るだけだってすごいけど。 いや、もういいんじゃない高さ、それぐらいで。えで、そこで、そ、そうして、あれで落ちないもんなのあれ。怖い、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 怖い。逆さ、逆さ、逆さ。怖い、<laughs> 怖い。誰か下で、下でちょっとベッドでも、ふかふかのベッドでも下に置いてあげて。すごいやいや、怖,怖い、怖い、怖い。 あ,一応あれ置いてんのかミスター・ファンミスター・ファンさっき持ってきた台が一応そうねいやっすね普通の顔してやってるけど俺の名前はなんだミスター・ファンクいい止まってるけどいやちょっととりあえずこう。 <laughs> ちょっと待っていやすごくないですか今これ「ローリング・デイズ」と「ミスター・ファンク」2曲続けて聴かせていただきましたけどちょっと心臓が今バクバクあの布1枚でさ上がってって自分を固定してこうパッて手開くだけでも怖いのに最後。 ひっくり返って降りてきたよ。ドキドキ、本当に。はあ、怖かった。いや、大丈夫なんでしょうけど、もちろんね、空。だけど、あれしか本当にないもんね。あ、今なんか、気がついたらすっごい喉が、口の中乾いてました、今。あ、すごい。あのー、そのね、最初に、あ松潤が、あの、 ソロがありましたでのソロもありましたそれ順番逆かでいやすごいな」って言った時のね動画のコメントで皆さん「まだまだあれもあるしこれもある,しあるし楽しみなんです」ってどんなリアクションするかって書いてくれてる方たくさんいましたけどいやすごいさっきのね桜井くんのもほんとすごくてあのスネアドラムをこう一人で叩くスティックのねコン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 も含めてでリズム感が桜井くんめちゃくちゃいいということと。 あれ一人でやったって難しいのが最後真ん中来たらさジュニアたちと一緒にもう本当に完璧じゃないで桜井できるのももちろんすごいけどあのメンバーで相当練習してると思いますだけどそれが全然その一生懸命ちゃんとやらなきゃじゃなくてむしろこう演じてかっこよくできてるところもすごかったしで今あの上から出てきた相葉君もね あすごい高いとか出てきてあれだけでも壊そうと思ったけど実は布一枚いやーすごいちょっと本当にドキドキがまだ止まりませんそしてなんか変な汗で出てきたわあの最後のガラガラいやーすごいいやこれあのー、多分ね他のメンバーのソロと同じで結構練習しないとこの場でね絶対ミスできないわけですから。 やるって相当練習した上でまあ、桜君のあれもそうですけどあのスネアドラムもそうですけどもう完璧にできすぎるぐらいのことみたいにれなくなってるドキドキしてたで、完璧にで,できすぎることを本番でも同じようにやるっていうことも難しいけどもう体の中に入ってないとできないからねあれ考えながらじゃいやこれは本当にすごいなんかちょっとじんわり朝帰ってきた。 いやもうね続きで「ファンキー」っていうのも左上にあの曲目は出てますけどもうこの2曲でもうお腹いっぱい素晴らしいいや見事でしたどちらの曲も知らないとか言いながらね見させていただきましたけどもうこれ歌がどうこうじゃなくいやすごいパフォーマンスですびっくりしました素晴らしいそしてお二人とも、はあ、はいということで今日はここでおしまい <laughs> ちょっとこれ止めたらなんか飲もう 皆さん今回も最後までご視聴ありがとうございましたほんと素晴らしかった